アメリカの日清食品チキンラーメン50周年記念米国版、電子レンジ調理の揚げ麺に粉末スープがついています。麺は人格が明確で、日本のチキンラーメンと出前一丁の中間的な性格です。スープは醤油分がほとんどなく、アメリカのカップヌードルみたいに野菜の匂いが強調されています。日本のチキンラーメンとはかなり違う味で、日本人の好みからはちょっと外れます。